山本太郎です。よろしくお願いします。いや、たくさんの方々がこの寒い中お休みを潰してこうやってみんなで集まるっていうことが本当に素晴らしいんですけれども、事故から2年半以上経ってまだこうやって集まり続けなきゃいけない時代だっていうのが本当考えものですよね。電力足りてんのにね、誰のために原発を続けるのかもうはっきりしてるんですよ。電力会社、三菱東芝日立電機メーカー、メガバンク、巨大建設会社、保険会社、鉄鋼、ありとあらゆる企業がこの原発からの旨味を諦めることができずに、僕たちの命を犠牲にしてでもこの発電方法を続けたいって狂ってますよね。事故は終わったのかって、福島東電原発事故は収束したのかって、収束の仕方さえわからないんですよ。100年かかるかもしれない、200年かかるかもしれない。2011年にチェルノブイリ行ってきました。事故から27年経ったあの場所は未だに収束できていないけれども、そのチェルノブイリ周辺30キロは未だに人が住むことは許されていない。その場所を案内してくれた非常事態省の役人に聞きました。この30キロ圏内に人が戻れるのは何年後ですかって。非常事態省の役人は答えました。2万4000年後だって。この国はどうですか。30キロ圏内にどんどん人を返そうとしている。人の命なんてどうでもいいんですよね。人を返して大丈夫、そんなにひどいことじゃなかったよってことにしたい。レベル7の事故が同じ場所で3つ起こったのに、人の命と引き換えに目の前のお金をどうしても守りたいって、冗談じゃないですよね皆さん。この美しい愛媛を、四国を、瀬戸内海を、日本を、地球を一体どうするつもりなんですかね。ほんの一握りの人間のお金のために 99.99% の僕たちが犠牲を強いられるなんてあまりにもおかしいじゃないですか。僕たちの代だけじゃなく先の世代まで責任持てますか。無理ですよこのままじゃ。答えははっきりしている。段階的停止、ふざけるな、即時撤退がありえるかよ。松山を、伊方を神隠しされた町にしないために、今本気の声を上げ続けましょうね。つながっていきましょう。ありがとうございました。山本太郎でした。バッテリー変えます。